ジャチント・ジョルダーノ・アンサローネは、シチリア出身のドミニコ会宣教師。1634年に、長崎で殉教し、1987年に、カトリック教会の聖人に劣せられた。1598年、シチリア島・サント・ステーファのクイス・クイーナにて誕生。17歳の時にアグリジェントの修道院で、ドミニコ会に入会し、修道名、ジョルダーノを受ける。 はじめパレルも、ついでサラマンカで宣教師となるために学び、トルヒーリョで主催に除外された。徒歩で、セビリアに赴も千き1625年より宣教を始める。メキシコで1年過ごした後、フィリピンのルソン、マニラに滞在。現地の中国人植民地で中国語や中国の民心、習俗を学び、中国人の信仰と神の観念をカトリックと、 比較して論じた書物を表した。1632年、商人に偽装して、日本に渡り、官区長として、信者らを支援し励ました。九州で重い病にかかったが、病ではなくイエス・キリストのために死ぬことを、聖母マリアに祈った。その後、投獄され拷問にかけられた。長崎、西坂の丘で、穴釣りにされ、七日間苦しんだ後、 1634年11月17日に36歳で死去。同時期に長崎で殉教したドミニコ会関係者らと共に、生徒マスニシと15殉教者として1981年2月18日に副社に列せられ、6年後の1987年10月18日には教皇ヨハネパウロ2世によって列勢された。ありがとうございます。